れた。おう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 、わしゃ釣り狂いの窓かじゃい。貴様はポンか。おお、そうや、ポンや。今日は貴様に言いたいことがある。なんか最近動画でやっぱ私より釣っとるけんって視聴者のコメントにチヤホヤされて、鼻の下伸ばしとんちゃうか、調子こいとんちゃうか。やっぱり私らはビジネスパートナーとして2年間仲良くしてきたけど、ここで本当に釣り狂いはどっちが強いかっていうのをね、世間のみんなに分かってもらわんといけん。やけん明後日の朝6時恩賀川の下流スロープで待っとるけんの。めっちゃ急やん、明後日のこと覚悟しとけや。今日の試合はね、恩賀川下流ということで、ポンちゃんの家からすごく近いフィールド、そしてやっぱりあの練習に行っている量も全然違うということで、まあもちろんあっちにね部があるフィールドなんだけれども、まあそこはねやっぱり私の腕の見せ所かなと、やっぱり技術が違うんだぞというところを今日は見せつけていきたい。最近ポンもね結構なんかタックルバランス気にしたりとか、まあフッキングもねなんか見るからに上手くなっとうし、結構なんか驚かされるところもあるんやけど、まあ、そんなねもう小手先の技術ではねもう私にはかなわんぞと、もう今日を最後、まあ、終了する時にはもう参りましたとね一言もらおうかなぐらいの勢いでね行こうかなと思っております。覚悟しとけよ。おはようございます。どうもポンです。ポンポン、先日まどかちゃんから急に対決企画を挑まれまして、いや私のね正直思いとしてはやっと来たかと、いつ来るんかなってもうずっとねうずうずしながらもう背後こうってもう狙ってたんですよずっと。けどね一つ言わしてほしいことがある。確かにあのまどかちゃんはね可愛いしキャストもうまい、けど釣りはねここじゃないんよ、ここなんよ。いや釣り狂いのねファンの皆さん、今までの動画を思い返してみてくださいよ。釣り狂いで最大サイズ釣ったの誰ですか。去年の釣りガールチーム戦対決勝ったのどっちですか。はい、全部私ですよね。もう勝負なんてねしなくてももうついてるようなもんなんですよ。けどまあどうしても対決してほしいっていうならしてやらんこともないですけどね。呼び出しやがって、この服着てねえじゃねえかよ。そんなダセー服な誰が着るか。これが釣り狂いの勝負服じゃろぎ。今日は一体どんな勝負するんじゃい。仕方ねえけな、ルール説明したらか。今日は今10時7分、遅えなもっぺるもやないかい。10時半スタートじゃ、17時までや。キーパーはねえ、キーパーはねえ。5匹の重さ OK、 いい勝負しようやないか。おうよ、ほな行こうか。先は譲ってやら。先を譲ったことは後悔しても知らねえぜ。あの先をね譲ってもらえたんで、これはねもう勝ったな。まず第一は自分のしたいポイントに入るべきじゃない、対決っていうのは。相手のポイントを潰すほど、そうこれが大事。2年間もう一緒にいるわけですよ。彼女の考えてることとかするような釣りもねもう大体わかる。まどか氏は絶対キャバーに入る、 100% 入る。はい、では今回の第一ポイントはこちらのカバー、まどか氏大好物のカバーでございます。ここをね潰していこうかなと思います。で今回のタックル紹介、こっちのまあ巻物
クランク、まあ私クランク大好きなんで、MR とちょっと浅めのこっちですね、根掛かり回収のクランクと、まあ、オンが最強フリーリグと、まあスピナーベッドで大会で釣れた、カバージグと、こんな感じになっております。はい、やっていきます。ファーストポイント、最初のポイントはね、カバーに入ろうかなと思っとったんやけど、なんか最初にねポンが入っとったけん、違うカバーをしようと思ってスピナベ、まあ、カバーは結構テキサスでやるのが得意なんやけど、最近ねやっぱテキサスカバーのテキサスの効きが悪いけん、今日はスピナベでちょっとやってみる。まあ大会同様ね、やっぱ早めの1本は欲しいとこやけどね、まあなかなかそううまくはいかんな。結構このカバーで月鍋で1本出るんやないかなぐらいはちょっと思っとったっちゃけどね、なかなかもうそろそろカバーが終わりそうな感じやん。ちょうどこの橋脚の前ぐらいにさ、テトラタイ、なんかよくわからんけど多分テトラタイみたいなのがあって、ですぐ近くにこうやってカバーがあるしっていうことで、今からここをニャンニャンしていくわ。ニャンニャン。はい、じゃあまず最初はこのジグから行きます。カバージグで、トレーラーはミーブロさんのデサイズですね。結構ね最近ジグの反応が私よくって、でもう今昼間差し掛かりぐらいなんですよね。なんでもう太陽もねギャンギャン上から差してるんで、まあもうやっぱこの時間はこの川かなと。天気的にはめちゃめちゃ晴れてて、今日は風はねだいたい微風ぐらいで、予報は4メーターの西東から吹くみたいな感じですけど、今いい感じのね南風になっております。今音楽側的には水はこの下流はですね、要所要所で急に切り替わってくる感じなんですよね。水質が良かったと思えば急に悪くなったり、なんかねすごい変化がね結構見える感じで、今ここの朝一この入ってるカバーは結構水がいい感じなんですよね。で上流に行ったらちょっと悪くなる感じで、まあ水のねいいところを回っていこうかなと思ってる次第でございます。多分まどかしはいろいろね言ってると思うんですよ。まず船からまず違うと、あとまあライブスコープあるの不意なんじゃねみたいな絶対言ってると思う。なんで、もう船はねどうしようもない。でももうライブスコープなんでね、今回はいついてますけどつけてませんので、はい。ただね私今通常魚探もちょっと今修理出してまして、全く水深わからない状態となっております。ここのカバーちょっとね今このなんていうんですかね、草がだいぶ成長してきまして、だいぶ伸びてきてるんですよ。次ちょっとこのところはエスケープツインのフリーリグをね入れてみようかと思います。結構水温下がってて、この昼間のね水温が上がりきったぐらいで、うん、私は超かいいですね最近は。なんで意外と朝のその水温低い時とかは結構口使わなかったり、いやーのんびりしててええですね、ほんまに。クタ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 来るよ。よし、食ってー。ちっちゃいけど、ちっちゃいけど大事よこれは。よっしゃー、ちっちゃいけど食った。まあこれがね心の安心ってやつですよね。よかったキーパーサイズ
してなくて危ない。イエーイ、エスケープ注意んで釣れました。イエーイ、これもう勝ったやない。だってまだ開始10分ぐらいよ。10分ぐらいで1本釣れたけね。これゼロに合わせまして469あった。うー、ありがとう。はい、どうもー、まどかでーす。はい、今日はですね、音楽でポンと対決しているわけですけれども、もう結構すぐ1匹釣れちゃったので、次はですね、まあ秋ということで、まどか食堂というところでクランクを巻いていこうと思います。こちらはミブロのピューリーになります。これは根掛かり絶対しないので音楽側には最適です。どこに投げても大丈夫。以上、まどか食堂からでした。で、ここが噂のまどか食堂ということで、ここはですね、ずっとテトラがめちゃめちゃ入ってるんですよ。そしてね、私は気づいた、こんないい機材があって、まあね、せこいって言われようがない言われようがいい、こんなね素晴らしい世の中の、発展技術、こちらガーミンのライブスコープちゃんをね使わんわけにはいかん。そう、もうやっぱ世の中のもう進化はね、使わんと。やっぱそう、うわ、めっちゃいい動き、ビューリー。朝はちょっと巻いてみたけど、結局ね、何もわからん時は自分の得意な釣りをするのがいいかもしれないと思い、ちょっとテキサスうちうちしてみるわ。まあでも最近このテキサスな、秋になってから反応悪いんだよな。でけん、あんまりその自信はないけど、下流とかさ、だって私さ、どんくらい来てないかな、4ヶ月5ヶ月ぐらい下流来てないじゃない。多分な、岸ビタビタじゃないと思うよな。かといってね、朝スピ鍋で出たわけじゃないしね。なんかやっぱりこうビタビタ感ないけどな。マジでもう一回巻いてみよう。よっしゃ、危ないな。でもこれ危ないぞ、これバレるんちゃうかい、バレるんちゃうかい。うわー、これ怖い怖い、これすごく危ねー。これどうやって取ろうかな。よっしゃやったー、スピナーでフィッシュキチラー、イエーイ。やっぱ釣れるわ、ハイピ。測ろう、そやろ、78、よし、78。イエーイ、あぱぱぱぱぱぱぱ、みなちゃまー。17時になりまして、今ね1分過ぎてしまいましたけれども、やつは帰ってくる気配がありませんあれ、どこいた。マイナス1匹ぐらいさせてもらわんと、これはちょっとね許されざらんな。書きましたか。バッチリ。なんか計算しよったね。そう、計算にね。いらんいらん。え？いらんよ計算とか。発表しましょう。はい。でげ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 でん。でげん。いや、ちょ、危ねえ。危ねえ。後半はね、ちょっとデカバスをね狙いに私は行こうかな作戦でね。切り替えました。絶対バスおるやん、ここ絶対おる。これお、食ったぞ、食った、でかい。しかもこれはでかい、
よし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 。これはバラすな、バラすな、バラすな、これは、これはバラすな。暴れるな、暴れるな。こっち来い、こっち来い。よし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 。おいおい、飛ぶな飛ぶな飛ぶな。バロ。よし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 。どこどこどこ。よっしゃ。あ、まあ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 。よし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 。そうよね。いや絶対おると思った。ふう。あぶね。あざす。でかくなかったけど太鼓。まあまあ餌食べてるこれで。これ。ふう。ネコリグ下顎ですね、今回はちょっとね、サイズアップして、しかも見てこれ、今の秋の魚結構腹パンなんですよ。そう、測っていきたいと思います。ドドン。まあ長さはいらんけど、おー、36ゼロにしまして、おっしい、790。あー、いいえな、え、フィキス書いてない、フィキス。フィキス、2、あー、惜しい。ハムだ。フィキス持ってったら、どこについた。いや、カバーよ。やばね、カバーやると思うな。いや、もうカバーしかないもんだって。キャバーね、私でもいろんなとこもあったよ。時間なかったくない、あんまり。あ、でもその、向こうまで行ってないけど、そう、中流域のいっぱいもあった。おー、まあまあでも、まあ、負けたよ、認める。もちろん負けは認めるけど、音楽やけ。え、どういうことどういうこと。分かった、次戦はフリークにしよっか。悪い悪い。今日で勝敗決まらんけ。これ3、うん、3、え、あ、え、あ、言ってなかった。あ、言った。ごめん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 。3戦あった。ある、うん、だって音楽だけだと面白くないや。え、じゃあもう3回勝ったら私もうポンプロからどんだけ昇格してるの。神様みたいな。まあやけん、我々の戦いは続きますよということで、ということで、はい、終わりたいと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。